よし、どこに行こうかな。さあ、行くぞ。到着だ。やっぱり普段よりもお見舞い客が多そうですね。ええ、重傷を負った人が市内だけでも大勢いるから。ドノバン警部やイリアさんも入院してるんだよな。はい、二人ともまだ昏睡状態のままだそうです。ドノバン警部はフランたちをかばったらしくて、フランの回復が早かったのも警部のおかげだと思います。そっか。豪快なおっさんだったが大したもんだよな。できればイリアさんともども様子を見舞えるといいんだが。そうね。それで妹さんの病室はどこだい？301だけど、その前に受付に一言言った方がいいかもしれません。わかった、行ってみよう。セシル姉も相当忙しくしてるんだろうな。あら、ノエルさん、それに支援課の皆さん、フランさんのお見舞いにいらっしゃったんですか？はい、今大丈夫ですか？ええ、もちろんですよ。でもよかったですね、妹さんの意識が戻られて。はい、ありがとうございます。行きましょう。3階の301号室です。ああ、お邪魔させてもらうよ。失礼します、セラさん。失礼します。お姉ちゃん、皆さん。あら、みんな。セシルね、ここにいたんだ。すみません、今大丈夫でしょうか？大丈夫よ、点滴を交換しただけだから。ありがとうございます。わざわざお見舞いに来てくれたんですか？ああ、ノエルから意識が戻ったって聞いてね。思ったよりも元気そうで安心したわ。そうだね、顔色も良さそうじゃない？元気も元気、 2,3 日で一般病室にも移れるみたいですし、そうしたら退院まですぐですから。ダメだよフラン、体力も落ちてるんだから、しばらく安静にしてないと。私なんて軽い方だよ。私をかばってくれたドノバン警部なんて。フランさん。フランちゃんが気に入る必要はねえだ。悪いのはあの連中、赤い星座の傭兵ども。はい、でも皆さんのサポートとかバックアップもありますし、頑張って回復しないと。大丈夫、安心してくれ。フランの声が聞けないのは寂しいけど、なんとか報告処理はできるみたいだし。今は回復に専念して元気いっぱいになってちょうだい。そうしたら私たちも遠慮なくあなたに頼れるから。はい。そういえばお姉ちゃん、警備隊の方に戻っちゃうんだって？母さんから聞いたんだ。うん、いろいろ考えたんだけど、フランのサポートが受けられなくなるのはちょっと寂しいかな。ちょっとだなんて、薄情なんだから。だいたいお姉ちゃんは。フラン？大丈夫、点滴の薬が効いてきただけだから。お話はこのくらいにして、寝ちゃった方がいいわね。大丈夫ですよ、せっかくロイドさんたちが来てくれたんですし。それに警備隊に戻る前にお姉ちゃんには必勝法を。はあ、何を言ってるんだか。皆さんすみません、寝かせちゃっていいですか？もちろん。フラン、また来るよ。ゆっくり休んでください。体力が戻ったらケーキでも差し入れに来ますので。
しみにしてるね。やっぱり相当体力は落ちてるみたいだね。ええ、手術の時にかなりの輸血をしたから。でもあとは良くなるだけよ。大丈夫、すぐに元気になるわ。はい、一旦外に出ようか。そういえばやっぱりドノバン警備やイリアさんは面会謝絶なのかな。一応ね。でもあなたたちは両方とも関係者みたいなものだし、私が付き添うから二人の様子を覗いていく。いいんですか。それはありがたいです。セシルさん、お願いするっす。それじゃあ行きましょう。すぐそこの302号室がドノバンさんの病室になるわ。イリアは303号室、しずくちゃんの部屋の向かいね。わかった、行こうか。レイモンドさん、入りますよ。セシルさん、それに君たちか。レイモンドさん、どうも、お疲れ様です。看病にいらしてたんですね。たまたま警部の奥さんの代わりにね。警部が目を覚ましたら、何油売ってやがるって怒鳴られちゃいそうだけど。そうか、いかにも言いそうな感じですね。その装置、ひょっとして人工呼吸器か。うん、呼吸器系にかなりのダメージを受けたみたいでね。なんとか意識が戻ってくれれば回復も早まると思うんだけど。警部はさ、爆発の時僕とフランちゃんをかばってくれたんだ。あの大変な時オロオロしてるだけだった不甲斐ない僕なんかを。しかもフランちゃんは手術、自分の運の良さとずうずうしさが情けなくなるよ。レイモンドさん、あんたのせいじゃねえだろ。レイモンドさん、今は容体も安定していますし、少しは休まないと。すいません、でももうちょっとしたら警部の奥さんが来るので、それまでは。わかりました、どうかお大事に。またお見舞いに来ます。うん、警部も喜ぶと思うよ。容体の方はどんな。全身の骨折と内臓へのダメージね。手術の方は成功したけど、今は生命維持装置に頼らざるを得ない状況ね。くそ。意識を取り戻しても復帰は絶望的だってさ。信じられるか。それも俺なんかをかばったせいで。そんなの、そんなのって何だろう。シュリ、大丈夫、きっと大丈夫よ。イリアのことは私が一番よく知っているわ。どんな逆境でも決して諦めないで、ただひたすら上を見続ける、それがイリア・プラティエよ。でも俺もそう思うよ。
そうでなきゃあんな常識外れのステージなんて生み出せるはずがないと思うし。そうね、イリアさんの貪欲さがあって初めて実現できる空間だと思う。そこにステージがある限りきっとイリアさんは戻ってくる。不思議とそう思えてしまいます。だな。今はエイドスとイリアさんを信じて自分にできることをやっときな。今日はともかく舞台の練習は欠かさない方がいいんじゃない？その方が彼女もつられて起きてきそうだし。うん、きっとそうだよ。楽しそうなステージにつられて絶対に目を覚ますから。アンガト、ちょっと元気出てきた。そうだよな、俺たちがしっかりしないと。ディシャネーもいなくなっちゃったんだし。なあ、あんたらできればリーシャネーのこと見つけてあげてくれないか。どんな事情があったとしてもリーシャネーはリーシャネーだから。それにリーシャネーが戻ってくればイリアさんも元気になると思うんだ。わかった。特務支援課の名にかけて必ず見つけ出してみせるよ。ありがとう。これでシュリちゃんも元気を取り戻せると思うわ。私も少し勇気づけられちゃった。セシルね、やっぱり相当深刻な容態なんですね。正直安心はできないわ。それでもやっぱり私はイリアを信じてるから。それに信じる人が多ければ多いほど彼女はそれに応えてくれると思うの。そうっすね。確かにそれがイリアさんかもしれません。しかしそうなると鍵はやっぱりリーシャか。ロイド、見つけられるのかい？正直わからない。本気で身を隠したんだったら見つけるのはかなり困難だろう。そうですね。行方不明の兵友同様カルバード方面に戻っちまった可能性もあるしな。だが首里蔵にあんな風に頼まれちまったら諦めるわけにもいかねえよな。ああ、もちろんだ。兵友への行方と合わせて気を配った方がいいわね。私も動力ネット方面を常にチェックしておきます。本当にありがとう。私はナースステーションに戻るけど、ロイドたちはどうするの？ああ、仕事も残っているしそろそろおいとまするよ。案内していただいてありがとうございました。こちらこそ。大変な状況だけどお互い頑張りましょう。ただし無理はしすぎないでね。了解っす。お疲れ様でした。本当にここが踏ん張りどころだな。ええ、そうね。心と体を傷つけられた人たちに笑顔を取り戻してもらうためにも。
はい、特務支援課ロイド・バニングスです。ああ、いたいた。今どこにいんのさ。あのな、こういう時はちゃんと名乗るのが礼儀だろ。ウルスラ病院だけど、どうしたんだヨナ。あんたら確か今日から支援業務に戻ってんだろ。ちょっと僕の頼みを聞いてくんないかな。いや、だから勝手に警察のデータベースを覗くなって。それにこっちだって忙しいのは忙しいんだから。この前行方不明の遊撃士の捜索を手伝ってやったのは誰だよ。借り返すって言ってたよな。仕方ない、何でもは引き受けられないけど、話だけは聞いておこうか。どこまで行けばいいんだ。だったら公安区にある灯台の前まで来てくれよ。そこで待ってるからさ。灯台？なんだってそんな場所で。来てのお楽しみだって。そんじゃ待ってるぜ。あ、またヨナが勝手なことを言い出したんですか。いや、まあ。はあ？おい、なんだってそんな場所で。港湾区の灯台というと、爆破された兵友への建物の割と近くだったね。確かに、リンさんたちの調査も手伝ってもらったし、話を聞いてあげるくらいはいいんじゃないかしら。一区切りついたら早速行ってみましょうか。ああ、そうしよう。まあ、こちらの都合を聞かずに勝手に行ってきたことですから、多少待たせても問題はないかと。ははそれもそうだな。よし、どこに行こうかな。さあ、行くぞ。到着だ。乗りますか。目的地を選んでください。お安いご用です。Thank you.
行きましょう、皆さん。わかった。任せろ。ほらよ。行きます。催眠弾発射。行きます。そこです。俺の番だな。あたしの番ですね。そこ俺の番。100年早いっつの。さすがに気づかれましたか。それでは、どうしますか？目的地を選んでください。お安い御用です。お待たせしました。遅かったじゃねえか。まあいっか。とっと、ちょっと待て。いきなりわけわかんないぞ。ったく、相変わらずマイペースな小僧だな。と、そっか、ちゃんと話してなかったな。いや実はさ、ジオフロントの端末室まで僕を連れてってほしいんだよ。ジオフロントの端末室って？前に爆破されたあの部屋かい？あれはジオフロントの B 区画にある第8制御端末。連れてってほしいのは C 区画にある第4制御端末さ。いやー、他の制御端末だとあんま自由が利かないんだよな。ローナ、また懲りもせず。動力ネット基本法はすでに執行されているんだし、さすがに違法選挙を手伝うわけにはいかないわよ。っていうか、話を聞いた時点で止めざるを得ないんだな。いや、一応は違法じゃないんだって。
僕の今の立場は財団のエンジニアなんだから、ジオフロントの制御端末の管理資格も持ってるんだっての。ティオ、どうなんだ。管理資格は本当ですが、それでもグレーな感じですね。動力ネット基本法ももう少し整備されるべきかと。さすがにちょいと微妙じゃねえか。そうですね、グレーゾーンの行為を手伝うわけにも。ああもう頭固すぎだっての。結社だったか、あの変な連中が動力ネットにもいろいろ仕掛けてたんだろ。今も何かされてない保証がどこにあるんだっつーの。それは確かに、それは言えてるかもしれないね。おっさんも気にはしてたけど、忙しくて手が回ってねえし、動きやすい僕がわざわざ援護射撃してやろうってんじゃん。感謝されこそすれ、渋られるのはおかしくね。たく、口だけは達者な小僧だな。でも確かに気になるといえば気になります。あの道化師の少年ノバルティスという博士、財団を超えるネットワーク技術を確かに持っているようでしたから。わかった、手伝おう。ただし明らかに違法なハッキングは控えてもらうぞ。それと地下で何日も過ごさないで部屋、それが条件だ。おいおい勘弁してくれよ。なんでこの天才ヨナ様がそんなリアルに合わせないと。ジロ、くらいの条件は飲んだ方が無難かと。ああもう分かったよ、その条件でいいからとっとと連れてってくれ。制限ガチガチのオルキスタワーの端末なんてもう耐えられないんだってば。ま、本音はそんなとこか。やっぱり少し不健全だな。 うっせえな。それで C 区画だけど、もう準備はいいのかよ。他のジオフロント区画と同じく魔獣とかいると思うぜ。そうだな。そんじゃとっとと降りようぜ。どういうことだよ。ああ C 区画の入り口はこの灯台にあるんだぜ。知らなかったのか。そうなのか。見てなって。こんなところに。やれやれ、趣味全開な作りだね。よし、そんじゃとっとと入るとしようぜ。これはまたすごい場所だな。データベースによると熱処理プラントやゴミ焼却場を併設したエリアみたいですね。ルピナス川から水を引き込むことでプラントの冷却処理をしつつ都市全域に蒸気を配給する、セントラルヒーティングがいずれは可能になるらしいです。あくまで当初の予定ではですが。なんつうかつくづく箱だけはすごいな。そうね、このエリアもちゃんと生かされているとは言い難いみたいだし。しかしここって通商会議の時ダドリーたちが共和国のテロリストたちを追跡した場所じゃなかったっけ。そういえば確か兵ゆえに先を越されてしまったんですよね。なんだか随分昔のことのように思えますけど。まだ2ヶ月くらいしか経っていないのにね。ああもう干渉に浸るのは後回しにしろっつーの。暑いしムシムシするし、これだからリアルは嫌なんだ。これで端末室の冷房が壊れてたらマジ勘弁だぞ。お前な、そんなに文句があるなら引き返しましょうか。嘘文句なんてないっての。第4制御端末はエリアの一番奥にあるはずだ。とっとと抜けて涼しい風に当たろうぜ。たく行きましょうか。テキ先生、気をつけて。僕の番か。よし。
まだまだいける。畳みかけるぞ。よっか。行きます。迎撃完了。先に行きましょう。しかし。相変わらず変なマシンが動いているっていうか、火を吹いたりしてさすがに危険じゃないかしら。どうやら結社の人形兵器ではなさそうですが。僕のせいじゃねえって。そりゃ B 区画の掃除マシンは僕が暴走させちゃったけど、この区画に入ったのは初めてだし。怪しい。別に怒ったりしないから正直に言っても大丈夫だよ。だから違うっての。そういえばこの場所はオルキスタワーの基部からもつながっているんだよね。そっちから行くっていう選択肢はなかったのかい。ああ、例のテロリストの件以来地下が封鎖されたらしくてさ、そっちからだと第4制御端末もめちゃめちゃ近いみたいだから、僕一人でも行けたと思うけど。確かに D 区画方面のルートも封鎖されていましたしね。ま、第4制御端末の近くには出口への直通リフトもあるみたいだ。それを起動させたらこの先はあんたらには迷惑はかけないって。まったく調子いいな。先を急ぎましょうか。
ぜ。そこだ。おととい来やがれ。速攻で蹴りをつける。行くぜ。おっしゃ。ほらよ。はい。私の番ですね。はあ、よし。私の番です。よし。とその程度じゃ俺たちは止められない。敵接近、迎撃を開始します。行きます。そこです。あたしの番で。はあ、皆さんお疲れ様でした。やった。よし、一気に行くぞ。まだまだ行ける。よし、もう大丈夫だ。やってや。今だ。全火力集中してください。はい。アイト。アイト。戦闘終了、警戒態勢に戻ります。敵接近、注意してください。あっ、私の番です。パン、行きます。そっか、なんとかなりましたね。よっしゃ、畳みかけるぞ。行きます。そこです。今だ。全火力集中してください。了解。オッケーです。やあ、そこです。上出来かな。そこです。行きます。催眠だ。発射。任せてくれ。行くぜ。任せろ。さて、あたしの番ですね。はあ、俺の番だな。はい。えい、良いデータが取れました。お疲れ様。
やれやれ、まあまあ慣れていないとついていくだけでも大変だったでしょうし。そうね、私たちも最初は辛かったわね。特にヨナは昔の私以上の引きこもりですから、これでもまあまあ頑張った方ではないかと。しかし若いうちはいいけど、大きくなったら大変じゃない？君ただでさえピザとかスナック菓子が好きみたいだし。よかったらヨナ、朝のジョギングに付き合うか？週1くらいでもいいからさ。ああもうほっとけっての、とにかく暑いんだから。端末室に入って冷房は。ヨナこっち。こいつは B 区画でうろついていた掃除マシンのデカ版か？いえ、そんな生優しいものではなさそうです。ユナ君下がっていて。あ、わかった。こいつまさかネットから僕たちのことをわざわざ特定したのか。ピピピ危険度レベル3と判断、とりあえず排除しておきます。とりあえず機械のくせにアバウトすぎるって。とにかく迎撃しましょう。危険度外、手強いです。わかった。今のマシンはどう考えても不法投棄された機械というレベルじゃないような。結社の関与の可能性が高いかもしれませんね。ルバーチェの会長室を守っていた人形兵器と似た反応でしたし。あの武者っぽいやつか、なんかあれよりも高度なことをしてなかったか。動力ネットにもアクセスしてたみたいだけど、やっぱり結社が何かしているんでしょうか。考えてもしょうがないんじゃね。
それよりいい加減、端末室で冷房に当たろうぜ。このヨナ様が連中の動きをいろいろ探ってやるからさ。お前、のんきというか、たくましいというか肝が座っているのは確かみたいですね。どうやらさっきのマシンは1ヶ月前に放たれたみたいだな。無線で動力ネットに接続する装置が積まれてたらしくて、ノバルティスとかいう管理者名が記録に残ってるぜ。ノバルティス、あの白衣の男か。どうやら結社の中でもかなりの地位の人みたいだけど。マットっつうか薄気味悪いおっさんだったよな。ひょっとしたら戯れに試作品を放ったのかもしれません。なんというか、そういうのが大好きそうな性格みたいですから。ああ、確かにそんな感じだね。見た目以上に危険人物なのは間違いなさそうですけど。まあでも、あれ以上は放たれてないみたいだし、これで心置きなく引きこもれるってわけだな。いやー、タワー近くだから回線速度がめちゃ速な上に制限もほとんどないし、イエーイ、第四制御端末最高。ノリノリだな。やっぱり引きこもる気満々じゃねえか。ヨナ、主任には一応報告を入れるんですよ。あんまり勝手はしないように。ああ、はいはい、あとは僕一人で大丈夫だから、とっとと帰っちゃっていいぜ。もっと、こんなところに新しいサーバーができてんじゃん。いやー、クロスウェルのネット環境もなかなか充実してきたよな。やれやれ、もう夢中みたいだねでも大丈夫そうですね。結社の動きはちょっと心配だけど、ま、たまに様子を見に来ることにしよう。このまま引きこもり続けないかもちょっと心配だしな。ですね。